皆さんこんにちは、みさおです。はい、ということで船券王決定戦もついに決勝戦となりました。そうですね、シーズン2最後は、いろいろめちゃくちゃに情報を書き倒しまして、これですね、私的に結構いい感じに出来上がったんじゃないかなと思ったんですけれども、なんとびっくり、こんなに考えてこんなに足とか見てもですね、結局のところ外すという感じでしたね。はい、なので、今回はもうさらっといきたいなと思います。もう決勝戦ということなんで、そうですね、気合も本当は入れなきゃいけないところかなと思ってはいるんですけれども、気合を入れても結局シーズン2あまり目立ってなかったという感じだったので、もう直感と今までの、私が見てきたこのボートレースのね、みんなの走りをこう何ですか、料理した結果単純なものとなった感じがします。最後にこれでいいのかといろいろ思うんですけれども、はい、私の、買い目はこちらです。じゃん、1,2,3 に差し、はい、まあ普通に考えて 1,2,3,2,3 のどこかだろうと思ってはいたんですけれども、そこ絞りまして 1,2,3 の2差しにいたしました。下條選手、初日から私は大村さんの YouTube でねライブ配信させていただいたんですけれども、ドリーム戦3,1が買えなかった、はい、ということなんで、ちょっとずっとですね、予選見ても、下條選手の足はいいかなと思いますので、ここは大村なので、地元ですし一から行きたいなと思っております。そして、下條選手の走りは2号艇4号艇、連れてきやすい走りをしているので、土屋選手もねドリームでちょっと悔しい思いをきっとしたでしょうと思いますので、ここは2に2着で、原田選手、船足初日めちゃくちゃ悪かったと思いますけれども、船足戻したというか、良くなったなと思いましたので、ここは原田選手3号艇結構得意なイメージもありますので、ここは2着にもつけました。で、私オキッズ選手の4号艇結構好きなんですけれども、ここはちょっと枠なりか、倉谷選手が動いての1フタ36ダッシュ45 16フタ3ダッシュ345どれになるか分かんないなと思ったので、もし、5カードもしくは、5コースになるんだとしたら、ちょっと頭までとか2着まで厳しいのかなと思いまして、私は4コースのオキッズ選手好きなので、そこはちょっとね4コースじゃないかもみたいな、こっちよりはこの辺かなと思っての予想で、オキッズ選手3着にいたしました。ここを本戦に各2000円ずつ、そして、きっとドリーム悔しい思いをした原田選手、もしかしたら一発かますかもしれない。スタートね、お二人とも早いので、ちょっとどうなるかなと思うんですけれども、もし仮に深くなった場合、ここは深くなってないと思うんですけど、ここ16フタダッシュ345か16ダッシュ2345かも分かんないんですけど、ちょっともし仮に倉谷選手ゴリゴリ前付けに来て深くなった場合は、スタート早い原田選手がっていうことも考えまして、一応穴目ではないと思うんですけれども、ちょっと狙っての、各500円といたしました。泣いても笑ってもこれが最後ということで、今後大村さんのね予想配信もさせていただくとは思うんですけれども、船券を決定戦は本日がというか今回が最後ということなので、後悔のないようにいろいろ考えた結果でございますので、ぜひ当たってくれることを祈ります。なんかボーノと言えるようにって言ってから当たらなくなったのでもう言いません当たってから言いたいなと思います。ということで、優勝戦とっても楽しみです。優勝
したいな私も。